りっちゃんです。はい、前回ですね、PC 版でしかなかった元祖青鬼のスマホバージョンをやったんですけども、まあ、その中のね、コメントにヒカキンさん編やってっていう声が結構あったので、今回はね、その本編をちょっと一旦置いといてヒカキンさん編をやっていきたいと思います。あの、青鬼2の方にもあったらしいんですけど、私それもやってないので、ちょっと今回ね、ヒカキンさんバージョンをやるのが初めてなので、すごく楽しみです。それでは早速やっていきましょう。で、名前をヒカキンにするとできるってみんな書いてたかな。いけ！あ、違う、マチ外れの洋館、そこには奇妙な噂があった。この世のものとは思えない古の怪物が住んでいて、訪れる旅人に奇妙な挨拶をしながら走って追いかけてくるという…ん？おいおい、この洋館化け物が出るって話じゃなかったか。ただの噂ですし仕方がありません。速度が暗くなる前に帰りましょう。仕方ない、そうするか。ってあれ、来た入り口のドアが開かなくなってるぞ。ちょっと閉じ込められたってわけ。みんな、おい、この地下へ隠しの階段があるぞ。地下ですか。そうだな、どうせ後から出口は見つかるだろうし、地下に行ってみるか。やめとこうよ。まあ待ってくれ。あ、全然違うね、始まり方も。おい、ヒロシ、こっちだぞ。おい、見ろよみんな、へんてこな石像があるぜ。おい、ここのどこがお化け屋敷だろ。何も出てこないじゃないか。おりゃ、ああ、石像を攻撃してもしょうがないでしょ。ええヒカキンさんの顔になってる。やばい、すごい、顔の形が細長い三角、なんか人参みたいになってるね。本当に化け物が出てきやがった。ブン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 、あ、そういうことか。謎の挨拶ってそのブンブンのハロー YouTube のあれか。いやー、へんてこなこと喋ってる。何こいつ、ダクロ待って、ガタガタ、うわー、ハローハロー。地響が止まった、早くここから脱出しないと。なるほど、青鬼がヒカキンさんなんだ。これもしかしてさ、さっきのヒカキンさん青鬼じゃない？でも普通にパズルだね。めっちゃむずいやん。これさ、あんのかな、法則とか。あ、待って、いけんじゃね、いけんじゃね、あ、いけんじゃね、いけんじゃね、来たんじゃね。よしよし、適当なやつならできたぞ。あれ、でも一番これでいいのかな。ちょっと待って、この頭の部分のさ、やつって、これ足もしかして右足の微妙にあるね、これ。ミスってるやん。え、いったいったいった、いけた、来た来た。あれ、でもなんかなった。これなんかはめなきゃいけないのか、やっぱり。やっとだよ、やっと。なんかあるかな。こっちかな。いるいるやん。助けてくれ、どうすればいいの、助けられんの。そう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 、待って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 、無理じゃね無理じゃね。無理じゃん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 。今のいけた、いける方はあった、絶対無理じゃん。ねえヒカキンさん、ヒカキンさん、許して。いけたっしょ、いけたっしょ。よっしゃー。でもみんなどうしたんだろう、あそこでみんないたけど大丈夫かな。いなくなってる、そういうパティーン。あれ、ネズミの穴あるじゃん。寝室の鍵どこだろう。ボロボロで、あー、なるほどね、ここスイッチ的な。あ、何もできない。ここなんか穴あるよね。何か金属のようなものが光ってる。ああ、なるほど。ネズミじゃなくて、何か取れるのかな。そしたらもう2階 ?2 階とか、地下は終わりだから、ここかな。開かない。
またその開かないって意地悪パターンでしょ。あ、来た来た、こうだった。あ、また部屋ある。よー、赤い玉。あ、スイッチじゃないこれ。嘘でしょ。ヒカキン今動画投稿したっぽい怪物に追いつかれてしまったらって。あ、そうだね、やっぱヒカキンさんなんだね。で、セーブのりっちゃんです。もう毎度おなじみすぎるね。飽きたかな。ちょっとここ青にいるからちょっと嫌だから、とりあえずスイッチ押そう。絶対ここだと思うんだよね。あ、来た。スイッチ押した。おにゃ？なんか、怒ったかな？どっかの扉開いたとか？そことか開いたかな？あー、まあ、ここ開かないんだ。やっぱあそこに行かなきゃいけないのかな？逃げなきゃいけないのかな？やだな。あ、こっち行けないんだ。あ、開いた！あ、え？おおおおおおん？開かない引き出しがある。鍵部分に差し込むのものがあれば開けられそうだ。だってでも何も持ってないよね、今。何も持ってないな。うわ、やっぱあそこ行かなきゃいけないのか。あ、スイッチは何だったんだろう、結局。あー、行くか。逃げよう。頑張って。あ、待って。あ、なんか壁がある。いける。イエーイ。こっち来てみろーって感じだね。針金、これかな。なんかあのキラキラ光るものとか、何もそこかな。で、ここに隠れられると。ちょっと待っててねー、ミカちゃん。ちょっと待ってて。ミカ食べられはしないんだね、あそこにいるけど。ちょっとアイテム、針金いじってみるか。力を入れるとねじ曲がるか。ああ、なるほどね。そしたらとりあえずあそこのネズミの穴みたいなところをからなんかアイテムが取れそうな気がするぞ。え、ここでは使えない？マジか。じゃああそこか。もう一つの方が、あ、ちょっとスイッチ押しとこう。もう大丈夫だもんね。多分あのアイテムを取るためにこのスイッチを押す感じだから。じゃあさっき何か差し込めば開きそうみたいなとこかな。ここか？お、お、来た。ライターオイル。なるほど。そしたら、やっぱあそこの青鬼、ヒカキンさん、青鬼を、そしたらあそこのヒカキンさん青鬼を呼び寄せて、ミカを助ける。頑張って逃げるしかない。嘘、ダメだ。追いつかれてる。むずくない？どうすればいいんだろう。でもあそこ無理だよね。あそこの隣の部屋だって青に近づいて。ねえ、ヒカキンさん許して。ヒカキンさん許してください。来た。だってさっきの方絶対早かったよね。今回ちょっとだって、あの、クローゼット押すのに時間かかっちゃったもん。よーし。そしたら、ミカを助けられるのか？ミカ、待って、マジ。もしかして巻いて。ちょっと待って、どうすればいいんだろう。あれ、一回逃げ切っただけじゃダメなんだか。
どうすればいいの。ちょっともう一回あの部屋、あの部屋にもしかしたらまだ何かあったのかもしれないもんね。スイッチか。もう一回閉じて。とりあえず青に来ないでしょ。とりあえずこうして、いやでもこの部屋もうなかったよね。何も、ここの引き出しもないし、ここもないでしょ。いや、おい、たけしいたんかい。無事だったか。おい、みんなは、他のみんなはもう厳しそうです。おい、見捨てたぞ、ヒロシ。嘘だ、あの化け物は一体何者なんだ。それは分かんないです。あの独特な鳴き声には聞き覚えが。あ、そうだ、ヒロシ、これをさっき、ヒロシ。そしたらマッチに火つける。ライトオール、もらったはいいけど、どこで使うか分かんないな。でもイカキンさん優しいんだね、やっぱり。優しいからミカを襲わないんだ。待って、あ、嘘、待って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 、嘘でしょ。え、どういうこと、嘘でしょ。だってあそこ、これあったじゃん、これあったじゃん。え、なんでいつの間に。え、どういうこと、どっから来たの。たまたまなやつか。あ、たまたまなやつか。もうたまたまが過ぎるよ。どうしようかな。ここは何で開くの。ボロボロの枯れた木板で塞がれている。マッチ使ってみる、一応。なんか何もない。多分もうここでそのマッチを使うことを想定されてないんだろうね。まあ一応オイルも使ってみようか。あ、オイルをボロボロの木のドアに振りかけた。え、あ、で火つけんのか。そっちか。順番が違ったから困っちゃったんだね。着火して木の動画燃え尽きた。来た来た。よし、先が見えてきたぞ。来た、磁石。あ、これあれか、吸い寄せんのかな。あ、この先にもなんか部屋があるっぽい。え、なに、めっちゃって結構広いんだな、ここも。箱のない蓋はロックされていて開かない。なんでって言っちゃった。扉のロック外した。あ、そういうことか。ここに繋がってんだ。じゃあ多分あそこは磁石でひっつかせると思うんだよね、金属。ここじゃねえわ。ここはこれなんだよ、絶対。ひび割れの隙間に金属、磁石を取って取り出した。来た、小さな鍵来た。で、さっきの小さい箱の鍵じゃないかな。これの鍵じゃない？これだ。来た！パズルじゃん、これさっきの。で、これを、さっきのパズルはめんじゃない。さっきのパズル戻ってないよね、元に。元に戻ってたら終わる。お願い、揃っててくれ。お願いだ。あ、揃ってるっぽい、揃ってるっぽい。よかった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 。で、これをはめる。待って、ブンブン待って、お前も、あいつらめて食べちゃうの、え、タクロウチ食べたの。嘘、待って。にゃー！どういうこと。あとこれ何、逃げ続けるってこと。あとは来るよ、来るぞ。よしよし、引っかかってる。
こうしてヒロシは逃げ切れたのだったの、あの鬼は何だったのか、ブンブンという鳴き声は何だったのか、それは今でもわからない。ブンブンフィン。クリアおめでとう。ヒカキンモードをプレイしてくれてありがとう。クリア報酬のヒカキンマスクをあげるね。メインシナリオもプレイしてね。やったー。はい、ということで今回は、まあ、ちょっとメインシナリオとは外れたヒカキンさん編をやったんですけど、いや初めてね、あのヒカキンさん煽りを見たんだけど、なかなかインパクトあるね。ということでちょっとあの他のみんながね食べられちゃったっていうのはちょっとショックなんだけど、まあまだ食べてないかもしれない、一緒に動画撮ってるのかもしれない。ということでね、次回からまたメインシナリオの方をやっていくので、ぜひぜひ楽しみにしててください。それではこの動画が面白かったら高評価やコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。